A book critic writes about a book of millennial hospitality by Charles James Hall as follows. Millennial hospitality is not like any other book you may have read about aliens. You will find out many new things, such as the answer to the question, where do the children of aliens play?This book is about friendship, romance, terror, and is based on the true life experiences of the author who claims he is not an alien. エリア51周辺でノッポの白人と呼ばれているトール・ワイトの世話係をしていたチャールズ・ホールという人が書いた本がミレニアル・ホスピタリティという本です。その中ではノッポの白人は次のように紹介されています。広志林ハメメシティ・ジャパン。ノッポの白人の際立った特徴、チャールズ・ホールは次のように記述している。つまりノッポの白人は身長が6から7フィート180から210センチの範囲にあり、大変痩せていてひ弱な感じであると。皮膚の色はチョークのように白い。ノッポの白人はいくつかの点で私たち人間とは肉体的に異なっているが、最も重要なことはノッポの白人はヒューマノイドであるということ。その事実に最も大きな意味がある。彼らのライフスパンは人間のそれの約10倍である。ノッポの白人は私たち人間のようには年を取らないが、約400年を過ぎたところでノッポの白人は第2の成長段階に入る。結果として身長は9フィート、つまり2メートル80センチ前後になる。ここが今日の重要なポイントになりますから繰り返しておきます。ノッポの白人の寿命は約800歳、400歳を過ぎる頃から第2の成長段階に入り、それまでは身長が6から7フィートだったノッポの白人がそれ以後は約9フィートになるというのです。彼らはおよそ800歳で器官が故障し死を迎える。元生物学者によれば、外惑星人は私たち人間には似ていないと思われているが、それは自然環境、環境的変数、また多様な環境による無数の遺伝的要素の中で別個に進化するからである。言い換えるとですね、環境が同じであれば、もともとの生物種が違っていても、その環境の中で進化することによって外見上は大変よく似てくるということではないでしょうか。ともかくも、ここでチャールズ・ホール氏が大変興味深いことをいくつか証言しています。まず寿命、そして身長ということになります。話を先に進める前に、こんな興味深い事実もあります。私、林浩司は、ギリシャ彫刻は今でいうコンピューター技術のようなものを使って作られたと判断しています。で、その中の代表的なのが、このラオコーンと息子たちと題された彫刻です。この彫刻の中では、ラオコーンが異様に大きく表現され、そして、2人の息子がですね、そのラオコーンと比較して、つまり相対的に異様に小さく表現されているという点です。これについてはいろいろな説明がなされているようですが、私林浩司は
ギリシャ彫刻は基本的には等身大で表現されていると判断しています。ですからこのラオコーン像も等身大で表現されていると判断しています。で、身長を大まかですけども計算してみました。ラオコーンの頭の先からかかとの下までがですね、画面上で228ミリと分かりました。そして向かって右側の息子の頭の先からかかとの下までが142ミリと分かりました。で、228ミリを142ミリで割ってみますと 1.60 という数字が出てきました。つまりラオコーンは息子の身長の約 1.6 倍ということになります。息子といっても皆さんご覧になっていただくと分かりますように、少年期を過ぎた息子ということになりますから、ラオコンが 1.6 倍もあるということは大変不自然なことではないでしょうか。そこでもう一度先ほど紹介しましたチャールズ・ジェームズ・ホール氏の書いた文を読み直してみます。そこにはこうあります。800歳の寿命があるけれども、400歳までは6から7フィート。しかし400歳を過ぎると第2の成長段階に入り、身長は9フィートになるというのです。で、この274.5を 198.3 で割ると 1.38 という数字が出てきます。つまりチャールズ・ホール氏が言うにはですね、トール・オワイトは400歳を過ぎると身長が約 1.4 倍になるというのです。で、そのことと先ほどのラオコーンの彫刻に表現されている息子とラオコーンの身長比とですね、比較してみるとですね、ラオコーン像の方では 1.6 倍前後になっていることが分かります。つまり 1.4 と 1.6、まあ、ほぼ同じと見て良いのではないでしょうか。というのもラオコン像の方はラオコン自身がその身長になったというのではなくて、ラオコンの息子ですから身長比が 1.6 とより大きくなっていたとしても、なんだ矛盾はないように思います。が、何よりも気になるのは身長が800歳という部分です。800歳です。この数字はまさしく旧約聖書に出てくる神々の寿命と一致します。What is the lifespan for gods, or more accurately, demigods?According to Riley Study Bible, the average age of the patriarchs in ancient times is around 800. 800 years old. Is it so long or so short? Today's story is about it.神々、正確には半神半人の神々の寿命はどれくらいであったのか。ライリー・スタディ・バイブルによれば、古代の長老の平均年齢は800歳前後だったそうです。800歳です。それを長いと考えたら良いのでしょうか。それとも短いと考えたら良いのでしょうか。広し林、浜松シティ、ジャパン。ここではユダヤ教の神々について考えてみたいと思います。これがライリースタディバイブルです。で、この中にまあそれが説明してあるわけですね。で、簡単に神々の歴史について
おさらいしておきたいと思います。神々の名前ということになります。で、ユダヤ教の方ではですね、神々そのものの姿というのはほとんど表現されていません。まあ、このような形で一応名前らしきものはありますけども、まあ、このように表現してあるわけですね。ただ単に神とか、あるいは全知全能の神とか、まあ、極めて抽象的な表現で、まあ、表現されているということですね。まあ、いろいろな神々が順に説明してあります。完璧な力を持った支配者というふうに書いてあります。で、このあたりからなんとなく偶像が出てくるという感じになります。神々の歴史についてもおさらいしておきます。あくまでもユダヤ教の神々ということになります。まあ、紀元前6500年頃ですね、メソポタミアで初期の文化が文明が始まると。そしてノアですね、ノアの洪水のあのノアです。それからバベルの塔へと続きます。エジプトの、まあ、初期のダイナスティですね。そしてアブラハムと続きます。2165年と書いてあります。それからイサックですね、アイザックが生まれます。それから2056年にソドムとゴモラが破壊されます。で、2006年にヤコブが生まれます。それからそれに続いてエジプト中期王国ってことになります。それからヨセフが奴隷に売られます。そして最後にヨセフが、まあ、幸福な人生を終えて死ぬと、まあ、そういうところでこの年代記は終わっています。で、神々がこうして登場し、それに続く半神半人の神々もそれに続くということになります。で、神々の平均寿命ということになります。いわゆるデミゴッド、半神半人の平均寿命ということになります。そしてあくまでも旧約聖書によればということです。旧約聖書の解釈によって、まあ、こうした寿命が計算されたものと思われます。で、それで計算しますと、神々の平均寿命は 857.5 歳であったことがわかります。857.5 歳です。今まで何とか紹介してきましたけども、エリア51の近くで、トール・ホワイトの世話係をしていた、チャールズ・ホール、という方がですね、暴露本を出しました。その要約版がネットの方で公開されていましたので、それをここに紹介します。かなりの長文でしたけども、別のところで全文翻訳しておきましたので、また興味のある方はぜひお読みになってください。その中で、チャールズ・ホール氏はですね、トール・ホワイトの平均寿命について語っています。それをこれから紹介します。カナダの前国防大臣であったホン・ポール・ヘリア氏もこの本を引用しています。まあ、その紹介した記事ということになります。かなり言っていますか、興味深いことがこの中にたくさん書かれています。で、この証言といいますか、内容はですね、いろいろな角度から調べてきましたけども、極めて信憑性の高いものであると、私、林博士は判断しています。
そして彼らが扱っているスカウトシップについての記述もあります。これがそのスカウトシップです。大きさはバスぐらいだったそうですね。で、ノッポの白人は身長が6から7フィートの範囲にあって、大変痩せていて、ひ弱な感じであると。今日のポイントです。で、彼らがヒューマノイドであると。肌はチョークのように白いというわけです。そしてここが重要です。400年を過ぎた頃、ノッポの白人は第2の成長段階に入り、結果として身長は2メートル80センチになるというのです。まあ人間の約10倍の、いわゆるライフスパンを持っていると。そういうことですね。で、400年で一つの区切りになるということですね。そして身長も3メートル近くになるというのです。全体として800歳だということですね。800歳です。話は少し脇道にそれます。これがミケランジェロが彫刻したと言われているモーゼ像です。モーゼ像ですね。モーゼ像です。そしてこれが1680年スミルナというところで発見されたゼウス像です。これはローマンコピーではありません。1680年ですから、その時もうすでにミケランジェロはこの世にはいませんでした。で、比べてみますと大変よく似てるということです。そして眼球の跡がですね、瞳ですね。薄く見えますけども、その瞳の位置、方向も同じだということです。まあこれは偶然なのかという問題ですよね。で、もう少し、調べてみますと、左がモーゼ像、右がゼウス像です。一見すると随分違った顔に見えるかもしれませんけども、細部を照合していきますと違いがないという点で、まあ、同じとは断定できませんがね、大変よく似てると、私、林浩司は判断しています。つまり、まあ、モーゼ像は、このゼウス像を元にして作られたということになるわけですけども、ミケランジェロが生きていた時代には、この下のゼウス像は、まだ発見されていませんでした。で、もう一体の、これがゼウス像です。そして、左が、スミルナで発見されたゼウス像です。ぴたりと重なりますね。つまり、同じ像だということですね。まあ、こんなところにも、ギリシャ彫刻 3D プリンティングテクノロジーで作られた説、by 林浩司ですけども、証拠があるということになります。で、もう一度、左がモーゼ像です。右がゼウス像ですね。まあ、これは、余談ということになります。さて、本題です。これがラオコーンということになります。この右のラオコーンはですね、子供を二人抱えています。それをギリシャ彫刻で表現したのが、このラオコーン像ということになります。まあ、いろいろ説明されていますけども、今日はそれがポイントではありません。で、この二人の子供がここに彫刻されていますけども、私はこれは子供ではないと思います。体の形、筋肉のつき方、そしてその、なんて言いますかね、表現、ここに表現されているのは、まあ一応子供ということになっていますけども、私はこれは成人男子だと思います。右の、まあ、ギリシャ彫刻と比較していただくと、それがわかると思います。つまり、ラオコンの左右にいるこの人物は、子供ではなくて、私は成人男子と判断しました。ここが重要です。が、一方、こんな絵も残ってるんですね。で、このラオコンがいます。で、二人の子供がまとわりついています。これは私は子供だと思います。幼児の姿ですね。そして、左の方に人間が描かれています。その大きさと比べますと、ラオコンはかなり大きな、まあ、デミゴードということになります。ここが今日のポイントになります。つまり、この左の人間と比べるとですね、優に2倍近くあったということになります。身長が2倍あったということになります。そういう前提で考えますと、これは子供ではなくて、私は成人男子と判断しました。
右のギリシャ彫刻はこれは成人男子ということになります。すなわち子供、子供というふうに説明されていますが、まあそのように説明しないと辻褄が合わないからということになるのではないでしょうか。つまり左右にいるのは子供ではなくて成人男子。それに比較してラオコンはその2倍近く身長があったということになります。まあこの顔を見てですね、子供と思う人はいないと思います。ここがポイントですから注意深くご覧ください。これは私は子供というのは無理があると思います。で、ラオコン像ですけども、それをもう一度見てください。中央がラオコン像です。そして左右にいるのが、まあ若い成人男子ということになります。ブルーの線でその身長を示してみました。そして縦に並べてその身長比を調べてみました。黄色い線がラオコン像です。そして右がその子供と言われている像です。この画面上でミリ単位で測定してみました。そしてそれを計算してみますと、ちょうどラオコン像はその左右に立っている成人男子の約 1.5 倍という数字が出てきました。まあ、それを今このように説明しています。そして同じことをあのチャールズ・ホール氏が述べているということですね。身長は最初の400年間は6から7フィートだけども、その400年を過ぎると9フィート、つまり2メートル80センチになるというわけです。それで計算しますと約 1.4 倍。つまり、ラオコン像で計算された 1.5 倍と、それからチャールズ・ホール氏が証言している 1.4 倍と、ほぼ数字が一致するということです。まあ、こういう点からもですね、チャールズ・ホールの死のですね、証言の信憑性が裏付けられるということにもなります。話は少し戻りますけども、旧約聖書によれば、神々の平均年齢は、半身、半人の方ですけどもね、デミゴッドの方ですけども、850歳だったということになります。そして、チャールズ・ホール氏も約800歳だと述べています。これは偶然の一致なのかということになります。あるいは、チャールズ・ホール氏ですから、まあ、キリスト教国に生まれ育ったわけですから、半身半人の平均寿命がですね、800年前後としていたとも考えられます。まあ、これが旧約聖書に載っている上がですね、857というのが平均寿命です。そして、チャールズ・ホール氏がですね、彼らはおよそ800歳でと、期間が故障し、死を迎えると述べています。これは偶然なのか、それとも意図的な数字合わせなのかということになります。で、結論ということになりますが、先ほども紹介しましたように、ギリシャ彫刻においては、成人男子と、それから400歳といいますか、年を取ってからの、その半身半人はですね、約 1.5 倍ぐらいの身長差があるということになります。このことについては、チャールズ・ホール氏は知らなかったと、林浩氏は判断しています。つまり、まあ、ギリシャ彫刻、で見ていくとですね、例えばミロのヴィーナスなども2メートル4センチ前後の、まあ、身長で表現されています。まあ、トール・ワイトというのは背が高かったということになるわけですね。で、私はあのギリシャ彫刻というのは、まあ、神々を等身大で表現した立体歴史書であると判断しています。それまでの神々の世界を立体彫刻という形で、まあ、歴史を表したものであると私は判断しています。それはともかくも、チャールズ・ホール氏はですね、まあ身長が約、まあ、3メートル近くになると言ってますけども、それはチャールズ・ホール氏が知らなかったと言いますか、知識として知らなかったということになるのではないでしょうか。まあギリシャ彫刻これからいろいろ調べていきたいと思いますけども、まあ2メートル前後のギリシャ彫刻と、そして3メートル前後のギリシャ彫刻があるということですね。ただ、このラオコン像に関して言えば、2メートルやや少し高い程度で、まあ、表現されています。しかし、この像で見る限り、まあ、ラオコン像はですね、左右の成人男子よりも約 1.5 倍ほど、まあ、大きいということになります。その数字は、チャールズ・ホール氏が、暴露本の中で証言している
数字とほぼ一致するということになります。つまり、チャールズ・ホール氏の、まあ、暴露した内容がですね、いわゆる証言がより、まあ、信憑性があるということになるということになります。まあ、少し、奥歯に物が挟まったような言い方をしてますけども、私はそのように判断しています。もう一度、この数字を見てください。白人は、論破の白人はですね、6から7フィートなんだけども、400歳を過ぎる頃から9フィートになると、約 1.4 倍になるんですね。そしてそれと同じことがですね、このラオコン像の中にも表現されているということです。ラオコン像の中の成人男子とラオコンの、まあ、平均身長の比率はですね、ほぼ同じの 1.5 倍となっています。まあ、これは偶然の一致なのか、どうか、それは今の段階では断言できませんけども、こうした事実もあるということです。続く動画の中で、まあ、トール・ワイトの武器について話してみたいと思います。それでは、Bye for now. Charles Hull wrote his book aboutSalient characteristics of the tall white ETs as follows. These beings are as tall, ranging upward of 6 to 7 feet in height, and quite thin and frail. The skin color is chalk white. They are physically different from us in several noticeable ways, yet the most important physical aspect is thatThey are humanoid, a fact that is filled with significance. Their lifespan is about 10 times ours. They do not age as we do, but after around 400 Earth years' time, they undergo a second stage of growth, eventually reaching around 9 feet in height. Who are they? Where are they from?エリア51でトール・ワイトの世話係をしていたチャールズ・ホールは、トール・ワイトの特徴について次のように書いています。ノッポの白人は身長が6から7フィート、つまり180から210センチの範囲にあり、大変痩せていて、ひ弱な感じであると。また、皮膚の色はチョークのように白く、ノッポの白人はいくつかの点で私たち人間とは肉体的に異なっている。が最も重要なことは、ノッポの白人はヒューマノイドであるということ。その事実に最も大きな意味がある。彼らのライフスパンは人間のそれの約10倍である。ノッポの白人は私たち人間のように年を取らない。が、約400年を過ぎたところで、ノッポの白人は第2の成長段階に入る。結果として身長は9フィート、つまり2メートル80センチ前後になると。彼らは誰なのか、どこから来たのか。広し林、浜松シティ、ジャパン。では、画面を見ながら説明します。トール・ワイトの故郷はどこか、星はどこか。私は3つの場所を考えています。1つは、お牛座。あの、プレアデス星雲はこのお牛座にあります。そして、2番目が、牛飼い座のアークトゥルス。そして、3番目が、シリウスということになります。まあ、この3つについて順に検証しています。まず、お牛座です。お牛座の中に、あの、プレアデス星雲があります。で、中心が今、ベテルギウスですね。オリオン座の向かって左の上ということになります。で、今赤いのを、星をつけたのが、これがベテルギウスです。そして、このベテルギウスの下に、下と言いますか、中心にしてですね、ここに、オリオン座があります。そして、向かって右側の方に、これがですね、アルデバランです。牡牛座の中で最も多く輝いている星ですね。ここに、牡牛座があります。この牡牛座の一番上の右にあるのが、これがプレアデス星雲です。そして、このオリオン座の左の方にあるのが、これがシリウスです。こういう位置関係にあります。で、まあ、ちょうどですね、オリオン座を挟んで、向かって左の方にシリウス、そして右の方にアルデバラン。
まあ、4番目に明るい星と言われています。シリウス、そしてオリオン、そして、お牛座ですね。で、プレアデス星雲は一番向かって右の端に今あります。で、もう一つ、まあ、牛飼い座のアークトゥルスについては後で説明します。まず、お牛座です。タウルス、ザ・ブルですね。で、なぜお牛座かっていうんですけど、これ3人のマギなんですね。ミトラが誕生の時に、ミトラの誕生を祝して、母アナヒーターとそのミトラの元へ駆けつけたのはこの3人のマギです。で、これがですね、まあ、一つの、まあ、謎を解く鍵になったわけですけども、なぜこのような不自然な姿勢をしているかということなんですね。これはお牛座の、星座の形を、まあ、かたどって、まあ、このような絵ができたということになります。で、比べてみますと、それがよくわかるんですね。で、まあ、この、まあ、一番左のはダリウスですけども、ダリウスの、まあ、左足の先が、プレアデス星雲ということになります。右が、お牛座の、星座の形ですね。まあ、この星座の形を使って、今、左の、まあ、マギのね、ダリウスを描いたということになります。まあ、中央にいるのが、ストダナ・ガウタマです。ブッダのお父さんです。で、ミトラについてもちょっと説明しておきたいと思います。で、これは今、3人のマギが、ミトラの誕生に、まあ、12月25日の冬至の日にですね、まあ、生まれたということになるわけですけど、このミトラのところに、この3人のマギがやってきて祝福します。で、まあ、帽子、それから、襟巻きですね、そしてから、タウケシュケープ、これですね、いわゆるトルコのケープを身にまとっているところに注意してください。すなわち、これらは、まあ、同じと見るわけですね。姿勢も同じということになります。ですから、ミトラは、基本的には、牛にまたがってますけども、お牛にまたがってますけども、お牛座をかたどって、このような像ができたと考えられます。で、このミトラとですね、もう一度お牛座と比べていただきたいんですけども、姿勢が同じだということですね。なあうち、まあ、お牛座というのはここで浮かび上がってくるわけです。で、お牛座とミトラ、関係があるのかないのか、ということになるわけですけどもね。で、この三者は同じと私は判断しました。なあうち、お牛座をかたどってミトラの像が作られ、そしてそのミトラの像をもとに三人のマギの、まあ、の絵が描かれたということです。で、オリオンについて考えてみたいと思います。これがオリオン座ですね。で、左上にあるのがベテルギウスです。それでですね、このオリオンもギリシャ彫刻で表現されているのかなと思っていろいろ調べてみました。な同じような、まあ、見方によってはみんな同じような姿勢に見えますし、見方によってはそうでなくも見えるわけですね。で、まあ、調べてみたんですけども、どうなんでしょうか。似てるでしょうか、似てないでしょうかってことなんですけど、厳しいですね。で、私はですね、似てるとするならば、プロメテウスだと思います。というのは、プロメテウスはね、人間創造の英雄ってことになってますからね。で、確かにこう、形をこう、線を合わせてみると、似てるかなというレベルですよね。しかし、まあ、どこかこじつけっぽいという、感じもしないでもないんです。ですからまあ、このプロメテウスの像がですね、オリオン座を元にして作ったっていうふうには、ちょっと考えにくいかなっていうふうにまあ、思っています。ペンディングです。で、もう一つ気になったのはゾディアックですね。12キューズです。で、ゾディアック、これも12キューズって言いまして、まあ、わかりやすく言えば、行動上を通る星座のまあ、表し、それをまあ、神々に当てはめたものですけども、その、まあ、称号はですね、このバウンダリーストーンが役に立ちました。で、このバウンダリーストーンに出てる、まあ、絵とですね、それから、バビロンに残る、まあ、12キューズと比較してみますと、まあ、その12キューズというのはですね、いわゆる、まあ、神々を表しているわけです。で、なぜこれを調べているかというと、まあ、いわゆる、お牛座がですね、ミトラということになりますと、その前が誰かということが分かれば、オリオン座が誰かということが分かるわけですね。で、まあ、しかし、これはバビロニアの12キューズですから、この中にはミトラはいないんですよね。まあ、ですからまあ、一応調べてみたという範囲で理解してくだされば嬉しいです。まあ、どれが、ミトラということにはならないわけですね。で、今度はアクトゥールスについて調べてみたいと思います。牛飼い座のアクトゥールスです。これはなぜアクトゥールスを取り上げるかと言いますとですね、冒頭で挙げましたように、エリア51で働いていたチャールズ・ホール氏がですね、
まあ、そのチャールズ・ホール氏の証言によればですね、トール・ワイトたちの、まあ、雰囲気からしてですね、どうもトール・ワイトたちは牛飼い座のアクトゥルスから来てるんじゃないかという印象を持ったというふうに書いてあるわけです。で、まあ、そうしたその記述があるわけですけども、まあ、チョークのように顔が白いとかね。それから、いわゆる、まあ、年齢がですね、人間の、地球の人間の、10倍であると、だいたい800歳まで生きるんだと。で、400歳を超えると、第2の成長段階に入るということなんですね。で、まあ、そういったことが、このチャールズ・ホール氏の証言の中に、まあ、暴露証言ということになるわけですけどもね、このように書かれているわけです。その中に、いわゆる、まあ、トール・ワイトの故郷についての記述もあります。まあ、これからそれを皆さんにご覧いただきますけども、まあ、この辺はですね、トール・ワイトの特徴などが書いてあります。大変興味深いと思いますけども、まあ、ここは今日はですね、ポイントでありませんので、ざっと流します。で、まあ、チャールズ・ホール氏がですね、非常に微妙な問題なんだそうですね、その故郷を云々するということはですね、まあ、しかしまあ、チャールズ・ホール氏はその雰囲気から彼らがですね、牛飼い座のアークトゥルスから来てる、から来てるっていう印象を持ったそうです。ここからですね、で、36光年離れたところにアークトゥルスがあるんだと。で、まあ、そこの話になったっていうわけですね。チャーリー、どこから来たのっていう質問に対して、まあ、その話をしたというわけです。まあ、確かなことはわからないと。まあ、その名前を、人間が知ることもないだろうからということで、ってことは星の呼び方も違いますからね、当然ね。まあ、六方の白人には六方の白人が使う言葉がある。それは当然でしょうね。で、まあ、非常に微妙な問題だと。アークトゥルス星、もしくはその近くのどこかに彼らにとって極めて重要なところがあるっていうふうに、まあ、チャールズ・ホール氏は証言しています。ここで、まあ、牛飼い座のアークトゥルスが出てくるわけですね。そしてさらに、どこを故郷と呼んでいるかについて、私の推測によればそれは地球からおよそ105光年離れた星じゃないかと思っていると。まあ、彼らは高速以上の乗り物でね、宇宙を自由に飛ぶことができますから、まあ、105光年と言いますとね、人間の感覚ですれば光の速さで105年ってことになるわけですけどもね。で、ただ、ノッポの白人たちは地球に住むというよりも地球を中継地にしているみたいだと。いわゆる、ま、本気で地球を、ま、相手にしているってわけじゃないってわけですね。で、ま、太陽系っていうのは、こうだと。で、ま、こういうところ、チャールズ・ホール氏の証言からは出てくるのは、牛飼い座のアークトゥルスということになるわけです。まあ、こうした資料も見せてですね、まあ、この中のどれかじゃないかっていうふうに、ま、地球の人間が言う星座の名前と違いますからね。ですから、ま、こういうふうには推測するしかないんだというふうに、チャールズ・ホール氏は述べています。で、まあ、ついでに彼らのテクノロジーについても触れていると。で、先ほど言いましたように、まあ、高速以上のね、速度で宇宙を航行しているんだってことですね。でも彼がスカウトシップと言われているんで、この形の UFO は世界のあちこちで現れてますね。非常に動きが早いってことです。まあ、チャールズ・ホールって人はですね、ミレニアム、ホスピタリティ、ミレニアムですね、の中でそのように書いてるってわけです。高速よりも早く航行できるって。ですから彼らの星までは2、3ヶ月で行くことができるってことですね。105光年の距離を2、3時間で行くことができるんだと。っていう、まあ人間にはちょっと今の現在のね、人間には想像もつかないような乗り物を使ってるってことですね。ということで、まあ、ここで、具体的に出てきたのが、牛飼い座のアークトゥルスっていうことになる、なります。で、これがアークトゥルスですけども、これが牛飼い座ですね。で、ここに、まあ、アークトゥルスがあると。まあ、お牛座と牛飼い座、関係あるのかな、なんてね、ちょっと考えますけども、いかがでしょうか。まあ、ですからまあ、これ、チャールズ・ホール氏が証言するも元にすれば、この牛飼い座のアークトゥルスということになりますね。それから今度はシリウスです。
そのまあオリオン座の向かって左にあるのがシリウスということになります。これがそのベテルギウスですね。そしてそのちょうど向かって左側のあるのがシリウスで、シリウスということになります。このシリウスというのはアフリカですね、と大変深い関係があると思われます。シリウスです。で、中央がオリオン座ですね。ちょっと右へ傾いてますけども、そして、大牛座です。アルデバランですね。アルデバランという星があります。で、シリウスに注目していますけども、私は一つは、シリウスには非常に怪しい星。まあ、怪しいという言い方はちょっとおかしいですけどね。彼らの故郷して第一に考えられるのがやっぱりシリウスではないかなと思いますね。その証拠がドゴン族に残っています。まあ、詳しい説明はこの後にその動画をつなげておきますから、ぜひご覧になってください。ここに、まあ、ドゴン族がいます。このドゴン族というのは大変不思議な民族でしてですね。まあ、現在のやっと人間が知れたような事実をですね、すでにもう数千年前から知っていたということなんですね。そうした文書と言いますかね、資料がもう、何百万枚と残っているという話ですね。これがまあドゴン族の、まあ、部落ということになります。このドゴン族というのは、まあ、イースター、まあ、ドゴン族の、まあ、中の内部のね、イースターによれば、彼らの神はシリウスから来た。そして、まあ、近年になってね、初めて人間が知り得たようなことを、すでにもう、ドゴン族はですね、とっくの昔に知っていたと。そういうことなんですね。で、それをまあ全部、てか、訳していましたけども、ドゴン族とシリウスとの不思議な関係ということでですね、まあ、ずっと訳していましたので、ぜひ読んでみてください。
まあ、そのドゴン族の謎の一つの例としてですね、木星には輪があったということをすでにドゴン族がもう遠い遠い昔に知っていたということですね。私が子供の時代にも木星に輪があるなどということはまだ知られていなかったと思います。で、結論ということになりますが、まあ、結論というか出ませんがね、まあ、三つの私は候補地を考えています。一つは、大牛座の、大牛座ですね。大牛座が、エイリアンと関係あることは分かりましたけども、まあ、直接的にね、それがプレアディス星雲と、関係があるかどうかということには分かりませんけども、ここに七つの星があるということは、昔から言われてたんですけども、六つまでは肉眼で見えるんですけども、7番目は最近になって分かったんですね。どうして昔の人がね、7つの星だってことを知っていたかということも大きな謎なんですね。で、皆さんはこの3つのうちどれがそのトールワイトの故郷だと思いますか？もしよろしかったらコメント欄にご意見をお書きください。それではバイフォーナウ。